はい、渡辺よしです。今回もハンドガンで80キロのチャレンジやっていくんで、もう78キロやってるんで、あと2キロでトーチエピックピーゼラチ獲得できるんでね。今回も渡辺のこのクラスで頑張ってみたいと思います。2人パーティーいますね。あ、敵に回ってるのはこの2人、新兵2人パーティーなんですよ。これ、あ、間違えたな。あ、いいか。はい、頑張るぞ。あらら。あ。新兵。終わった。終わってないか。あ、まだか。終わった。統治指令終わった。あらら、もう使わなくていい。あ、撃ったか。あ、できた。これ味方と思ったぞ。これ面白いね。あらあら、キルがいかないね。我慢で。よっしゃ、火炎射器どうだ。びっくり。ああ、これ出そう。よっしゃ。お、めっちゃ近いぞ。これ出そう。はい、死ね。ジエンド。ちょっとこれ出てるからな。あ、拾わないわけな、あまり。お、スチール。あ、いたか。21。出すな、こいつ最後に。
間成績は24キル14です。プラス10、確定キル16、組織キル8、スコア2975でした。成績は平凡なんだけどね。チャレンジ終わらせたね。おい見ろ、 UFO だ。宙返り馬。はい、プレイヤー皆さんありがとうございました。終わったね。トーチ指令ハンドガンで80キルでトーチエピック P08 を獲得です。ハンドガンの進んでないな。キルコンカジスタートしたばっかりなんでね。あと31キル。今回スコアストリック火炎放射器迫撃砲攻撃連続砲撃でやってみました。迷彩が、あ、これ解除してるわこれ。あ、そっか、解除してる。レティクルがスチールやったと思うんだ。あ、これでやってないのか。これ多めに使ってみましたね。今回も一回も進んでない。今回の試合でこれでやろうか。 P08 のトーチエピック P08 ね、獲得ですね。早速見てみます。トーチエピック P08 ですね。こちらです。やった。はい、以上にしたいと思います。今回渡る前のこのクラスでシップメント1944のキルコンファームドをプレイしてみました。この試合でハンドガンで80キルチャレンジ達成でこのトーチエピック P08 を獲得しました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。